オイラも気をしっかり持ってくれよ。オイラはお前を信じてる。お兄さんのこともな。今はまだ受け入れられないかもしれないけど、お兄さん言ってたよな、オイラたちに旅の終点にたどり着けって。それってきちんと話をしてくれる気があるってことだと思うぞ。旅が何なのか、終点が何なのか、オイラた気にすんな。仲間は助け合ってこそだからな。でもこれからどこに行けばいいんだ？旅を、それってお兄さんと離れ。確かにあの神が今この複雑な状況を。おお、たくさんある謎の答えが彼女からわかるかもな。もう風神と眼神の二人には会ったから、この後は。おお、でも前に勝利から聞いたように、稲妻は今鎖国状態で普通の方法じゃ入れない。だからどうやって行くか稲妻の人に尋ねてみよう。オイラもだ。 DU エコーにいるアツコさん、確か稲妻から来た人だったよな。彼女に聞いてみよう。いざ。こんにちは。お目にかかれて光栄の方が良かったかな。今頑張って現地の喋り方を勉強してるんだ。で、私に何か用かな。ちょっと聞きたいことがあるんだ。稲妻ってどうやって行くんだ？ああ、なるほど。そういうことね。確かに方法は知ってるけど。よかった。やっぱり当たりだったな。でも、その方法は成功率が限りなくゼロに近いの。え？限りなくゼロに近い？じゃあ、アツコさんはどうやって稲妻から出たんだ？その方法を使ったからこそ、どれほど危険かがわかるんだよ。あの時頼ることができたのは、自分のイカダだけだった。前方には嵐が、後方には追っ手がいた。逃げ出した後、何日も海を漂流した挙句、食料と飲み水が底をついてね。目の前が真っ暗になって気を失ったの。正直もうダメかと思ったよ。でも終わりじゃなかった。それどころか新たな始まりを迎えられるなんてね。そう、まさに九死に一生の旅だったね。今生きているのはきっと神様のおかげかな。そんな危険なのかよ。どうしてそうまでして稲妻を離れたかったんだ？だってあそこは窮屈なんだもの。あまりにも緊迫した雰囲気で出入りするにも勘定奉行の厳しい審査を通る必要があるし、私の性格と合わなくてね。あ、勘定奉行ってなんだ？稲妻の様々な事務を管理している部門のことだよ。三奉行と呼ばれてるの。例えるならリーユへの七星八門と似てるかな。その勘定奉行の責務の一つが、稲妻に出入りする人の身分を事細かく審査すること。そして外部から来た人を離島で一括管理するの。それから最近行われてるメガリレー、
あれは天領奉行が取り行ってる。彼らは雷電将軍の忠実かつ無情な代行者でね。故郷の悪口を言うのはあまり気分がいいものじゃないけど、あんな抑圧的な環境に長くいたら、その先の生活に期待を持てなくなるのも当然だから、どうしても行かなきゃいけない理由がない限り稲妻に行くのはおすすめしないよ。そう、でも稲妻の近海は止むことを知らない嵐が吹き荒れてるし、たとえそれを突破できたとしても鎖国令を実施する武士から逃げないといけない。それら問題をくぐり抜けることができても、稲妻にたどり着いた外国人を待ち受けているのは離島。正当性を証明する書類を見せないと追い出されるの。稲妻に人を寄せつけないためにわざとやってるみたいだな。あそこはただ島内の物資の供給と情報の流通を確保するために開かれた港であって、普通の外国人じゃ証明書を手に入れることはまず不可能かな。でももし本当にどうしても行きたいのなら、まだ一つ可能性があるかも。イカダは危険すぎるぞ。それにオイラ多分船酔いするし。違う違う、私が言いたかったのはリーウェでも有名な南十字船隊に稲妻まで連れて行ってくれないか頼んでみること。あそこって一年中航海してるし、嵐に対する心得もあるはず。突破する方法を知ってるかもしれない。でもあそこって武装船隊だろ。オイラたちのお願いをそう簡単に聞いてくれるかな。そこはあなたたち次第だね。棟梁の北斗さんを説得できたら可能性はあると思うよ。南十字船隊の機関市長正号は今幸運閣の近くに停泊してるって聞いたよ。行動するなら今がちょうどいいかも。じゃあ善は急げだな。早速棟梁の北斗に会ってみよう。いざ。この記号は何ていう意味なのかしら。あんたは
もしかしてファデューやマジンオーセルと戦った旅人か。行幸から聞いたんだ。ある旅人がリーユエを救った。見聞が広く実力も相当ってな。あいつは目が高いからこんなに人を評価するのは滅多にないことなんだぜ。当時その話を聞いて、一体どんな実力を秘めたやつなのか会ってみたいと思ってたんだ。その服装と横にいるチビノであんただって分かったよ。チビじゃない、パイモンだ。パイモン、ふむ、実に興味深い生き物。お二人からは風と大地の匂い以外にも何か少し…うむ、星空の匂いがするでござる。え？何が何だって？今までで一番おかしな感想が聞こえてきたぞ。気にしないでくれ。ただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござ。似たようなもんだが、稲妻では呼び方がちょっと違う。こいつは楓原和葉。わけあってしばらく私の船に乗ってる。時折出てきてはこういったことを口にするんだ。船と海風があるのに潮吟じぬのはいささか風情に欠いているであろう。確かにな。南十字舞踏会が開催されたらあんたにも詩を披露する機会を設けてやるよ。それは今日次第というもの。何かのために書かれた詩というものはそのほとんどが意を欠いたものになるでござるからな。せっかくの機会なんだ。それに大英雄も参加する。そう決断を早まるんじゃない。ちょっと待ってくれ。南十字舞踏会ってなんだ？それに大英雄って。お、私はてっきりそれの申し込みに来たのかと思ってたが、知らずにここに来たのか。南十字舞踏会、私が主催する舞踏大会で大勢の人が自らの武芸を披露するために参加する。参加にあたっての決まりは2つ。1つ、何かしらの実績があること。少なくとも武芸が全くできずただの遊び心で参加するのはダメだ。もちろんあんたにその心配はいらない。あんたより実績のあるやつなんてそういないからな。2つ、参加者は神の目を持っていてはならない。実力の差が開いちまうからな。自分の実力に自信があるのは知ってるけど、竜や虎が隠れているのがこのリーユエだ。甘く見るなよ。あんたみたいにリーユエを救った大英雄が私の舞踏会に参加すれば大きな話題を生むはずだ。そしたらもっと強いやつが集まる。でもオイラたち本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだ。そう結論を焦るな。今回の舞踏会、いつもより貴重な商品を用意してある。それも主なき神の目。拙者が提供したのでござる。もし舞踏会の優勝者がこの神の目をもう一度呼び覚ますことができたなら、それはそのものに授けよう。そんなものがあるのか。所持者が亡くなると神の目は光を失うが、それでも抜け殻は消えぬ。その抜け殻で何ができるのかはまだわからぬが、実体が残っている以上受け継ぐことができるのではないかと拙者は踏んでおる。ああ、私からすりゃ神の目は神に認められたことを象徴する旗だ。それを輝かすことができるのは強者の中の強者に決まってる。その強者を見つけるため、そして神の目に再び光を灯すため南十字舞踏会を開催するんだ。神の目を持ってないのならこれが絶好の機会だろう。自分の神の目を手にするといい。そうだぞ、舞踏会よりも稲妻に行く方法。稲妻、あそこに行きたいのでござるか。なんだ、そういうことは早く言え。稲妻に行く程度どうってことない。もしあんたが勝ったら商品を神の目から稲妻行き市長制号の乗船券に変えてやってもいい。自分で選べ。こいつを舞踏会に参加させたいだけだろう。もちろんさ、強者が多ければ多いほど舞踏会も派手なものになる。だから私は
あんたにどうしても参加してほしいのさ。どうする？稲妻に行くために参加するか？よし、じゃあ会場に行って申し込んできな。舞踏会の会場は幸運閣にある。私も後からカズハと一緒に行く。さすれば、あとは結果を待つだけであるな。うむ、悪くないでござる。はっはっはっは、波の音がするな。いざ。揺らぐことなし。状況を把握しておこうぜ。確か参加者は、こんにちは。南十字舞踏会に参加しに来たのか？そうだが、君たちも申し込んだのか？だったらまずは舞踏会の決まりを見てくるといい。南十字舞踏会は希望者全員が参加できるわけではないからな。舞踏会は憲法や武器を使って勝負する。実力がない人が参加しても最終的に怪我を負うだけだ。誰もそんなことは望んでない。そうだろう？おお、それならもう聞いたぞ。でもそっちは一体どんな実績の持ち主なんだ？ははは、俺か。以前チコガン自由迫撃大会で準優勝した。なんかあまり一般的なやつじゃなさそうだな。そんな聞いたことないのか。よくやってる大会で俺が参加した時なんか何十人も参加者がいたんだぞ。大会の実績以外にも戦艦軍の代わりに砲塔団を捕まえたことがある。悪さをする二人の悪党をとっ捕まえたんだ。夜中に俺のところに盗みに来るなんて、そんな怖いもの知らずだったぜ。あの時のことはよく覚えてる。俺の左拳が痩せた方の顔面に炸裂して、そいつがよろけて後ろに下がると、今度は隣の太った方が刀を出してきやがったんだ。だが俺は一歩も引かず、回し蹴りで刀を天井まで弾き飛ばしてやった。はっはっは、確かに。でも結構重い傷を負ったものの、二人を捕まえて戦艦軍に引き渡した。それで表彰もされた。オイラたちからすれば砲塔団を、よし、じゃあもう少し周りを見てみようぜ。闘技場で会おう。若いやつには負けないぞ。こんにちは。ああ、武芸を極めるためには実戦で経験を積む必要。しかし俺たちにとって修行以外にも、あの主なき神の目を手に入れることも重要。はい、神の目があれば私たち。その師匠ってすごそう。ああ、あのお方は霊山派の創始者で非凡。それもそのあの人は武術の達人で数々の技を生み出した。聞くところによると柔軟流派が影響を受けているらしい。彼が霊山派で伝授しているのは家系と呼ばれるカンフーだ。家系？気功の一種で、身にまとう気を用いることで少しも動くことなく相手の攻撃を防ぐことができる。例えば俺の師匠は相手の拳をたやすく反らすことができたり、投げられた石の軌道を変えたりできる。過去に師匠に挑んだ人は手も触れずに吹き飛ばされたことがあるらしいです。確かに本当のことだ。ただ習得するのは非常に困難でな。
俺たちみたいに長く修行をしていても習得できたのはほんの一部、まだうまくは使えない。きっと私たちには素質が足りないから習得に時間がかかっているんでしょう。このままでは学費が払えなくなります。学費がいるのか。もちろんです。師匠は武術の達人で毎日忙しくされている身、そんな方から直々に教わるのですから誠意を表すのは当然ですよね。ただ師匠の指導を受けているにもかかわらず、いつまで経っても進歩しないから師匠の顔色もだんだんと変わってきた。しかもその後、古賀派に神の目を持つ者が加わり、流派に大きな進展があったと聞く。ですので、私たちも神の目を手に入れたら、師匠の機嫌が良くなるのではと思いまして。大丈夫。それに、考えられるって。そうですね。もし、そうすれば、周りから一目置かれるでしょう。リーグへ一の流派になるのも、夢ではありません。ああ、闘技場で勝負をつけよう。そこの若いの見たところ、つまり僕のお前も言う。そうだ、参加す。それに神の目は僕にとって、いやいや別に具体的に何かしようとは思ってないさ。ただ完璧な人になりたいだけなんだ。少し自慢になってしまうけど、僕の人生はこれまで何の挫折もない順調なものだった。どんな試験にも落ちたことがないし、商売をすればかなりの儲けを得た。社交的な場でももちろん十分すぎるほどの出会いがあった。みんなの目には僕は完璧な人間として映っているだろう。だが僕はそれで満足はしない。だって完璧な存在になるにはあと一つ足りていないのだから。そう、神の目さ。こんなに自信満々なやつ。そんなのは重要じゃない。僕は南十字戦隊にも知り合いがいるんだ。彼も僕がすごい人だと知ってるから今回特別に参加資格を用意してくれた。それに大勢の人に応援を頼んでいてね。みんな仲のいいご近所さんなんだ。もちろん僕も何日かかけて武道を学んだよ。ふん、生意気な口だな。勝負の場で試してみればわかるさ。よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。なんかみんな自信満々だったり騙されてたり、実力が普通だったりで、計作層腕相撲優勝、この実績はまあよしとしましょう。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさかあなたが。嘘でしょ。本当に噂の。え、あの人神の目を持ってなかったの？この舞踏会に参加するなんて。その確認ですが、あなたはリ。やっぱり彼女が。操船儀式で国政様と話をしてた人だ。ちょっと彼女からサインをもらえないかしら。この舞踏会は神の目を持たない者のみ参加できることは本当ですか？噂ではあなたの戦闘力は並外れており、何度も危険な状況をくぐり抜けてきたと聞きます。魔人もファリョイもあなたの敵ではないようですが。でも本当に神の目は持ってないぞ。なんなら持ち物検査をしてみてもいいぜ。すみません、失礼しました。大英雄様が嘘をつくことはないと信じています。ではあなたの持つ実績を述べていただけますか？形式的なものです。述べていただけると私も登録するのに便利ですので。魔人オセルを討伐したことは知っています。他にはありますか？ファデュイ執行官の講師とも戦ったことがあるぞ。な、優勝は彼女に違いない。今から参加を辞退しても間に合うかしら。わかりました、それで十分です。こんなに立派な実績は今までに見たことがありません。はい、登録が完了いたしました。これから商品の説明をいたします。
大英雄様がこの舞踏会に参加するのですから、目的はきっと優勝してこの神の目を手に入れることでしょう。そのために来たんじゃないぞ。優勝したら稲妻に連れてってくれるって北斗が約束してくれたんだ。他にも商品が？そんなの聞いてないぞ。多分北斗さんがその条件を出したから大英雄様も参加する気になったんだろう。でも大英雄様、稲妻みたいな危険なところに行く気なの？なるほど。北斗姉様と事前に条件を話。さすがは大英雄様、自分の考えを持っていらっしゃいますね。とにかく予選はもうすぐ始まります。対策などを立てるのでしたら準備をしておくと良いかもしれません。そうだ、この舞踏会って神の目を持ってる人は参加できないんだったよな。お前は神の目を持ってないけど、テイワットでは神の目を持つ人だけが元素力を使えるっていう認識なんだ。だから誤解されないように、試合の時は元素力は使わないでおこうぜ。それにこの程度の相手なら。じゃあ行こう。期待してるぞ。その自信に満ちた表情、今からしては。私と共に。大注目の優勝候補、彼女の1試合目が今始まるぜ。君、大英雄だったのか。こんなのどうやって勝てと言うんだ。なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。さすがは私が見込んだ強者だ。あんたも見ただろう、カズハ。全く無駄な動きをせず迷いなく勝負をつけた彼女の姿を。そうであるな。しかし相手を傷つけぬよう少し手加減をしていたようにも見えたでござる。今までいろんな戦いを経験してきた私だが、この一試合を見ただけでこいつの強さがはっきりと分かったぜ。だから褒め言葉をケチる必要なんてないんだぞ。うむ、褒めるとするならそうであるな。悪くない勝負であった。まあいい。あんたに詩を読んでもらって場の雰囲気を盛り上げようと思ったが無理強いだったみたいだな。実はさっき参加者が大勢私のところに来てな、リーユへの大英雄が舞踏会に参加するなんて思わなかったって驚いてたぞ。それから参加を申し込む人が一気に増えた。中には武道を極めたやつもいる。みんなあんたとしょだからあんたには優勝候補にふさわしい待遇を与えると決めた。一般選手との勝負で体力を消費してほしくないし、それにあんたももっと熱い対決を期待してるだろ。だからあんたには直接準決勝に進出してもらうことにした。さっきのはまだ予選だろ。直接準決勝だなんて適当すぎじゃないか。これが姉君の性格でござる。止められんよ。それに実際の実力でもこの大英雄は準決勝まで進むと拙者は思う。それはそうだけど。じゃあまずは他の試合を観戦しよう。誰があんたへの挑戦権を手にするか見てみようじゃないか。ついについに来たぞ、本日の大目玉。どうやら姉君はこの勝負に大いに期待しているようだ。これほどまでに興奮した姿は久しぶりに見たでござる。お主の対戦相手は数々の試練を突破し準決勝まで進んだ百戦錬磨の強者。実力ではお主に及ばぬかもしれぬが油断は禁物でござる。では
お主があの嵐を突破する準備ができているかどうか、しかと拝見させてもらうでござる。おしゃべりはその辺にしときな。観客も待ちきれないみたいだぜ。申し込みをした時の船員のところに行ってこい。彼女が会場まで。